早速あ、ちょっと待って、こちらですね、このカキフライのソフトクリーム。やっぱそういうシーズンなんですね、カキの。まあその見た目がちょっとあれですけど、仕上げは刺身醤油でと書いてます。なんか想像しただけでもあれなんですけど、ここで大丈夫ですかね。来ました、マヒナセといえばカキ。うわー、ちょっといただき、今日は日生のゴミの市に来てます。まあこのね、何があるかというと、まあ、日生といえば牡蠣なんですよね。ちょうどこのシーズン牡蠣が、始まったと思われるシーズンということでやってきておりますが、なんでもね、この牡蠣ソフト、牡蠣フライソフトクリームがあるということで、ちょっと今日、お邪魔しようかなと思います。そういうシーズンなんですね、牡蠣の。まあその見た目がちょっとあれですけど、仕上げは刺身醤油でと書いてます。なんか想像しただけでもあれなんですけど、考えるより食べてみてください。こういう感じなんですね。はい、いうわけで、結構有名どころの、カキフライ、カキフライを手に取ってソフトクリームをつけながら食べると食べやすいということで、やっぱり落ちちゃうんですかね。はい、今日も気温が高いので、はい、ということで、まあ、この他にもいろいろと揚げ物系があります。登録書ということで、お、早速、あ、ちょっと待って、こちらですね、このカキフライのソフトクリーム。おー、これ見てください。これもチョコレートソースに見えて、実はこの刺身醤油ということになってます。うわー、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ここで大丈夫ですかね。来ました。まあ、日生といえば牡蠣。うわー、ちょっといただきます。この上だけ醤油です。お、あ、刺身醤油。うん、また変わった感じですね。なんかしょうゆなんですけど、やっぱこのソフトクリームが勝ちますね。うわぁ、カキフライ食べるタイプもなんかよくわかってですね。ごちそうさまでした。はい、というわけで今回はカキフライソフトクリームというまた変わった感じのね、スイーツいただきました。まあね、海のミルクと、その普通の
一般的なミルク掛け合わせての、内容だったと思うんですけど、まあ全然悪くはないかなと思います。まあインスタ映えとかネタ的な感じだと思います。まあ今日はこんな感じで、皆さんもねぜひ行ってみてください。はい、というわけで今日はですね、備前市日生町の、カキフライソフトクリームという、初めてのものをいただいたんですけども、まあ、こちらがねこの日生の、ゴミの市の中にある、名物の、一品になるわけですけど、まあ、そのもともとねその日生というのはその牡蠣、牡蠣おことかね有名なんですけども、まあ、それをねうまく利用して、まあ、海のミルク牡蠣とその、まあ、普通のね牛乳であるミルクを掛け合わせてのこのネタなのかなと、思います。でまあねこのチョコレートシロップなのかなと思ったんですけど、まあ、こちらがねこの刺身醤油と、いうことで、まあいろいろねソースとかケチャップとかなんかいろんなものを試したらしいんですけど、やっぱりどうしてもねソースとかケチャップが勝っちゃってっていうことで、今回ねこの刺身醤油が一番合うと、いうことになってるわけですね。はい。でまあ食べた感想なんですけど、やっぱりね初めてな、未知の世界なんで、まあ、クエスチョンマークの方が強かったですね。だからその全然味的には大丈夫なんですけど、なんか初めてだから頭もなんか混乱してるっていうか、まあそのなんだろうな、考えるより食べてみるのが正解かなと思います。あとインスタ映えとかそういうのもいいかなと思います。特に若い人向けなのかなっていうのはすごい感じますね。はい、というわけで今日の お店が、この日生のゴミの市の中にある、お店でしたけど、このゴミの市の営業時間が、朝の9時から、夕方の17時まで、やってるということで、定休日が、毎週水曜日ということになってますので、お間違いないように、お願いします。一応これがね住所になってますので確認してぜひ行ってみてください。はい、というわけで今日はこんな感じになってなりましたので、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、ありがとうございました。それでは失礼します。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。